こんにちは。今日はあっちの方にいるんですね。今日は全員集合ですね。サギが2羽と、あのアオサギが1羽とね。何が1羽？アオサギ、でかいサギ。シラサギの一つの子にアオサギの。その上に2羽いますね、白と青が。はい。その前にいますね。だから一番手前が、あのオオサギかな、シラサギのでかいやつ、オオサギ。で次がアオサギ。アオサギですね。でこっちの用水の向こうか、今隠れたけど、にシラサギがおる。で、あの木の下にカモがいます。カモがいるんです。今シラサギ見えないですよ。この位置は。今内側入っちゃったから。あれシラサギので、何ていうのかな、あの足が黄色のやつがいるんですよ、スイカが。あ、いますよ。だからそれが今見えない。今いますよ、そこに。今いる。それが昼、あの普通のちっちゃなサギなんですか、うん、はい。子供じゃなくて、まあサギの種類が何種類かそのうちの一つです。ああ、そうですか。はい、やっぱりそういう種類なんですね。はい、あ、行っちゃいましたね。行ったようですね。はい、あの手前のカモでしょ。はい、そうです。カモとシラサギはやり方、仲がいいんだね。いや、多分カモは誰とでも仲がいいんだ。そうですね、はい、カモは人間とも仲がいいし、うん、はい、要するにカモそのものはやっぱおとなしいんでしょ。おとなしいんですよね。性格おとなしい、誰とでも合うの、うんうん、白鳥は結構意地悪みたいですよね。ん、白鳥。あ、そうそう。だからやっぱり皆そうでしょ、やっぱ生き残るために今本当は気が強いんですよ。うん、人間が勝手にその、あの、かわいいかわいいとか言うと、それぞれにやっぱそれなりに生き抜くためにそれなりの性格を持ってるんですよね。うん、あれって結構喧嘩しよるもんね。うん、今日こっちにはいないんですね。あ、もう、もが終わってるんだよ。どうしようもない。こういうとこで、あの、取り出さないで。うん、なんか子供がダウンするときに、今日全部外来種。ドロップね、でも、自殺しに来たときは、それほどでもなかった。あ、今、水が下へ行ったからね。行ったからですね。大雨なんで、はい、あの、弁を開けて水出す。カモはこれで大きくなったら飛び立つんですよ。足高かなんかに行くんですかね。まあ、それぞれに好きなとこ行くんでしょうね。カモは日本中どこ行ってもいますからね。好きなとこ行くんでしょうね。で、卵を産むのはまたこう来るんですかね。一部はここにこう戻ってくるんですかね。わかりますけど、やっぱりみんなそれぞれに自分自身が自分のテリトリーを見つけないからね。ほら、やっぱり分からんですよ。だから、ここ来るあのサギなんかも自分のテリトリーだから来るんですよ。あ、そうですか。だから、ここのサギまでいっぱいになるじゃない、うん。みんな自分のテリトリー。このが、あのちょっと先の左側の草原に、うん、オスメスが、うん、両方のカモがいましたけどね。あ、はいはい。あんなところにも寄ってますよ。そうそうそう。うん、ここに来てたやつがね。うん、向こうに行って、そうそう、あんな陸に上がってるんやなと思ってね。そうそう、こういうとこ、どこでも上がりますよ。気が遠くしますよ。まあみんなやっぱそれぞれ自由に生きてますから。ね、動物野生なんで、みんなそれぞれに自由に生きてます。人間が一番自由じゃないかも。今日はあのサギの写真を撮りました、ね。あ、もう動画で映しっぱなしです。うん、ああ、そうですね。この間サギのこと大好きだって高校生が来ましたね。ああ、そうです。ちょっと撮ってあげよう。うんうん、この川は魚もなるのいないですからね。じゃあ失礼します。
はい、また雨降らないと、はい、ね、本当に失礼します。雨気をつけてください。昨日は雨に降られてるんで、ね、あ、そうですか。で、傘持ってこなかったんで、ね、まだね、はい、土日までまだ危ういんで、はい、気をつけて、はい、失礼します。